ゲストの皆様こんばんは。今宵も曇りね、たけしどこ？ちょっと待って今宵も曇りなき眼、たけしが見えないよ。誰かの膝をカニたけしどけ。気を取り直して曇りなき眼、たけしがお届けしようかなと思います。久々ですね。はい、ご無沙たけし。今宵もね、このパンという名の角で皆様ねすんごい辛、威嚇していこうかなと思います。では皆さん、こちらとんでもないステージが最近配信開始されました。前にね、僕プレイしたレインボーフレンズの2が出ました。今回皆さんと一緒にこちらで遊んでいこうかなと思います。はい、なんかね、本当はね、僕数日後にこちらプレイしようかなと思ってたんですが、たまたまね、こう軽く下見に来たのよ、ここに。そうしたらね、思いのほか集まってくださったんで、今ね、ゲリラ撮影をすることになりました。たけしです。どんな感じになってくんだろうね。はい、今回もね、顔なしがいたね、今。ベルトコンベアに流される顔なし、すごい興味深いですね。はい、今夜もいろんなたけしがベルトコンベアに流されてますが、今歌たけしがいましたね。さて、それでは早速やっていきましょう。たけし教の皆さん多い。すごいみんな久々、超久々だね。やべえな、みんなもうゲームスタートラインに並んでる。ありがとうねシャンクスたけし。ワンピースのキャラ多いな、今回。ローこっち向け。なんでそっち見てんだ、お前は。いろんなたけしがいますが、チェーンソーマンのたけしもいますね。はい。ということで皆様、準備はよろしい？たけし？すごい威嚇してますね。ああ、そうそう。ぶっ刺さりましたが。それでは、一緒に遊んでいきましょう、皆さん。はい。今ですね、1分後に、ここのライン入るっていう風に伝えました。なのでみんな整列しております。さあ、カウントダウン何秒後か分かりませんあともうちょっとだな。あと多分20秒ぐらいじゃないかな。あ、いや、はい、なんだなんだなんだ、入れられる何回かねプレイするんで、皆さん遊びましょうね。はい、では参りましょう。楽しみだね。レインボーフレンズ。うわ、こんな感じなんだ。すげえ。はい。ちょっとやってみますよ。ロード中に母国語出ちゃいましたね。はい。あまりの興奮に。かなりね、難易度の高い母国語出てしまいましたが。スキップはこれしない方がいいよね。ムービーでしょ？多分。ちょっとムービー、完了？他のプレイヤー待っています。はい。あ、なるほど。15人しか入れないからね。全員とね、プレイしたかったんですが。ちょっと何度かプレイするんで、多分他の方もね、入れる機会は多いと思います。では、ゲーム開始。どんな感じなの？完全初見、私。はい。うわ、すげえ！なにこれ？リーゼントが目立つな。なんかストーリーっぽくなってんだね。はい。レイリーっぽいやからが出たね。今回はちょっとワンピースキャラが多いからな。ちょっとね、レイリーならね、覇気とかそういうので破壊してほしいですが、挟みて。はい。これどうなっちゃうんだろうね。一応翻訳はされてんのか？されてないな。一瞬、っていうセリフだけはね、翻訳されてましたが。はい。さあ、雰囲気を楽しんでいきましょう。どっかこれ裏口から入るとかそういう感じじゃないの？どうなん？たけし地味だね、位置が。はい。また場面が変わって。おお、なんだこの子は目が飛び出そうだな。これはこのゲームのキャラクターかな。さっきの例。うわっ、来たぞこれ。すげえすげえすげえ。なんか胸圧展開になりそうだね。はい、ちょっとゴールを目指して、クリア目指していきましょう。やつらが解き放たれましたね。黒幕なのかな、あの子が。さあ、動かせる、行こうぜみんな、頑張っていこう。今回もなんかアイテムを集めていくのかな？どうなんでしょう。ちょっと突っ切っていこうか。はい。あ、なるほど。やっぱりそうだね。あ、これか。オッケー。いいね、1個目。来たぞ。お！向こうか、いる！バレとるしゃがむなたけし！ちょっと待てよ。どう巻こうかな。こっちか逃げて、はい。広そうだな、今回。どうなの？こういう場所に落ちない方がいいよね。これは？おお！何これたけし大丈夫かお前完全に今背中と後頭部強打したぞ
これ敵じゃないよね、大丈夫？え、あ、誰か捕まっちゃったんだ。え、これ入れないよね。この子をどかすために何かアイテムが必要とかかな。うん、ちょっと探り探り行きましょうか。さてさて、敵に見つかったらさっきみたいに逃げ切ってもいいし、こうやって、あ、これじゃないねこうやって段ボール使って隠れるとかだったよね確か。うん、ではもうね、あれもう1年近く前ですから、当時レインボーフレンズをねやってる方があんまというかほぼいなかったんじゃないかな。お、ここにももう一個あった。はい、これ集めている。あの子は確かあれだよね、視力というか目が見えないんだよね。目が見えないから、そう、近くまで行ってああいう風に回収しても OK と。うん、ただ段ボールで触れてもやられるんだっけ。これ試してみたい気持ちもあるんだけど、これ一回やられると多分ね、最初からというかロビンに戻されちゃうから、今回しっかりやっていきましょうか。習慣で、習慣と三人称使い分けて今回こう、なんか今日キャッ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 、何かあったよ、やばいでしょ今の、嘘だろ、さあ、あぶねえ、何今の手、マジかこれ、俺出れないんだけど、なんかあれ、あ、出てた出てたあいつなんだよ、怖え、初音ミクいる。大ベテランたちがねいらっしゃることを祈って、ちょっとこの回収したアイテム戻しに行きましょうか。25個分の19になってるんで、どこにやるんだこれ。あ、待って、これも乗りたい。え、ちょっと待って、まずいこの状態でいけるんだ止まるな、何してんのお前。え何これダンボールのままシートベルトなしで死ぬだろこれ大丈夫かな。はい、じゃあ降りていきますよ。次はどこに行きましょうか。はい、うわ、いろんな場所あんな。いいよ、さて、あ、ここはさっき通った場所かな。うん、そうだね。でこう行って出たんだっけ。おっと、来たか、よいしょ、はい、さあどう来る。あ、これは何してんだ扉の前でゲッタンしようとしてない今。はい、あやつのなんか玉座なのかな。なるほどね。さあ参りますよ。さてさて、なんか迷宮通ってるよ。ああ、ここか、お、いいね。あ最後のゴール決めたのたけしだねこれはい、そしてまたレイリーが出てきましたよ。うん、いい感じでしたね。さて、お次はどうなっていくんだろう。これ何ステージかあるんだよ。すごい荒ぶってる。何してんのこの子たち。あ、これ新しいキャラクター追加されましたね。でもさ、いっぱい、うわ、待ってよ。こんなやられたのもう。たけし初見プレイでベテラン2になってましたよ。うん、やめろ、その表情で。さあ、ちょっと声もね、曇りなき眼でお届けしてますが。どうすんのかなこれ、バレてるっぽいね。いや、逃げてよ、はい、これ大丈夫っぽくない。よし、今のこの視覚を使って隠れたんで。え、待って、嘘、飛ぶキャラかよ。また来たぞあいつ。あ、こやつは触れるとまずいんで、さあ逃げるぞ。よしよし、ここ入った方がいいかなっぽいね。うん、入れない。あ、あ、危ない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 、待って、どういう状況これ。あー、逃げて逃げて逃げて、初音ミクが割れてる。うーわ、怖っ。一回叩きつけて空中に上げて落とすんだ。うーわ、残酷だなあいつ。なんやねん、頭だけ残ってる、怖っ。ちょっとかなり危険地帯じゃないの。さあ、だけど頑張るわよ。うん、ここは、あ、待って、来た、よいしょ、ふう、危ないね。さあ、なななな、気候を見せるな。さて、ここは、よし、OK。どこにあるかな？おっと、なんかアイテム手にしたぞ。あ、今回これは手にするんだね。はいはい。15個分の11。あと4個集めればいっぺ。待って、滝の裏はなんかあるよな。来た。やっぱり。これは、なんもない。じゃあ出ましょうか。まあまあいい隠れ家なんじゃないの？今の。おっと、鳥貴族来た。あ、待って、いる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 。いっぱいいるな。なんでこんな徘徊してんの？暇なの？去りましたね、ここ。観覧車でこれ乗りたい。待ってよ、ちょっといろいろ遊びたい気持ちもありますが。はい、これ乗ったらでもなんか新たな展開。たけし何が起きたの今。違う場所に行けるかな。ちょっとやってみましょうか。
全体を見渡して、なんかアイテムを回収するみたいな感じかな。うん。広いね。すげえよ、これ。ちょっと下行く前に、段ボールの書いて、あ、向こうか行ったんだ。オッケー。これで様子見したんで、一回降りましょうか。よいしょ。ではでは、再び参りますよ。どう行けばいいかな。あ、初音ミク生きてる。よかったよかった。さあ行くわよ。なんだこのと。あ、これね、また行こうか。向こうかね。よいしょ。さあ、これで降りた先に行ったら最悪だよね。いる!まずないこれ。ちょ、危ない危ない危ない。ふぅ、危なかった。今そこ来てたよね。上空で見つかるってことはないのかな?どうなんでしょう。ちょっとね、完全にまだ1回目のプレイなんで、はい、不慣れな点ありますがご了承ください。さてさて、ギコギコ聞こえますよ。こっち側?あるかな?いや、ない。なんか消火器ってのがさ、紛れそう、そう、その辺のさ、アイテムに紛れそうで、見つけにくいかもね。これジャンプできないからな、もどかしい。レーサーもある。これなんかないかな、ここに。あー、なにこれ。そう。正気じゃねえ。こんな状態で運転すんな、お前。降りなさい。いる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 。あぶね。ふぅ。ちょっと待ってくださいよ。ここまで来るんだ。で上っ側にアイテムあんじゃないかな。うわ、危ねえ。何よ、今のと。一応確認しますよ。ない。さあ、こんな感じ。まずい。あいつがやる場所か。ダッシュで逃げましょう。あった。ふぅ、2個目。おっと、声も聞こえる。この声マジでクロックタワーのさ、ハンマー男みたいな感じの声してんだよね。これ当たっても大丈夫?大丈夫だね。完全スルーされました。それはそれでなんか悲しいですが。さあ、お次の目的地というか、とりあえずこれ2個収めに行きましょうか。そうすれば残り1個になるし。おっと!こやつは触れたら危ないパターンかな?どうだろう?すり抜けるな。さあ、行くわよ。どっち側にあるかな?おっと、来てるね。ただ、やつは大丈夫。よいしょ。後ろっかいね、青い子がいるんで。おっと、触れられたらまずいぞ、これは。危ない危ない危ない。危険生物がいっぱいいる。ちょっと。これはなかなか困難なんじゃないの?こっち一回行こうか。危ない、これ大丈夫?大丈夫っぽい。行こう。さあ、逃げましょう。どっ、おっ、おっ、まずいわ。これ乗って逃げよ、せい。ちょっと待って、なかなか発射しない。ちょっと危なかったね、今の。今行くの?遅っ。尋常じゃなく遅いよ、今の。はい。怖くないこれ。ジャンプできるんだ。さあ、向こう側に収めましょう。来た来た来た。あ、ここに1個ある。お、ナイスナイス。これをじゃあ収めに行きましょうか。さてさて、あ、ここか。収めて、あれ、なんで収めないの?待ちなさい。ちょっとこっち側行って、四角に入ってから。ほい。危ない。何これ今完全にたけし狙われてたよね。危な。ふぅ。あ、これ奇跡なんだ。なるほどね。一回見つかったら絶対捕まっちゃうみたいな感じ?だけど、どうやら奇跡が起きたっぽい。さすがたけし。はい。てか、あれ?収めたのこれ。俺もう持ってないよ。消火器。ここ何?こう入ってみようか。よし。いいね。まあ、一回目のね、プレイはこんなもんだろう。うし。いるわよ。ただ、ピュッピュだから、大丈夫でしょう。お、ここも入れるんだね。どうしようかな。探せてない場所。この倉庫は?お、これ誰かが収めてくれたっぽいね。切った!ありがとう。やっぱね、15人ぐらいでやると、いいですね。うん。さて、なるほど。これが動力な、なんか吹っ飛んだぞ。あー、さっきのあれ、おい!大丈夫かレイリー的なじいちゃん。大丈夫ですか?はい。完全に強打してましたが。あ、大丈夫だったね。で、なんで塔に登ってんの?おい、何すんのお前。え?はい。次は、待って!爆弾設置されてんじゃん。うん。ちょっとかなりやられてんじゃん。はい。この子がキーになっていくのかな?さて、見つけに行きますよ。向こう側から行った。じゃあ僕はこっちから。ふーん!まずいわ!この上に逃げるの、あなたも逃げて。よいしょ。危ね。やはりこれを集めるんだね。さあ、こっちか行ってみようか。てか、さっきの黄色い鳥に追われた場合の対処法は、ここに入ることがいいかもしんないね。みんなおすすめですよ。足音聞こえる。
違うか？違うね。あー待って、誰か一人捕まっちゃったっぽいね。こっち一回行きましょう。いる、すごい見つけてんな。じゃあ奴が上にいる場合はこっち一回逃げて、はい、あそこくぐってくんのかな。よし、1個目、これ1個ずつじゃないと運べないかな。あーやっぱり、なるほどね。でもなんか可愛いねこれ言うてる場合か、来てるっぽいな。あー待って、これ段ボール入ると落としちゃうんだ。マジで、これはしごは登れる、いけるよな。あ、いけるね。どうやって登ってんの。はい、ちょ嫌なってことする。おおお、あ大丈夫っぽい、誰か降りてるね。じゃあその隙によいしょもう一体ありましたね、この奥に。それを回収してみましょう。たださっきのさ、いる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 、取って、ふう、危ないわ、気をつけていくわよ、うん、ただ青い子も真上にいるんで、ずっと徘徊して、この辺でスタンバってんだよね。いないな。どういった、もう一個も当たったんで連れて帰りましょう。なんか可愛いねこのキャラクター、キューキュー言ってて。さて、いる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 、隠れて。マジかよ、どんどん見つかるじゃん。あと1個よ。はい、てかこの辺にあったやつが多分誰か他の方が回収して持ってってくれたんでしょうね。こっち帰ってきますよ。おっと、いやん、まずい、これまずい、かなりまずい。よし、目の前にもいるし、来てる来てる来てる、逃げてくれ。ちょっとたけしを追ってた子多分連れてかれてよこれ。マジ？嘘だろ？あ、でも、あー、連れ回されてる！ちょっと！長くない？あの子だけ。意外といけるっていうパターンあるから。あ、転がってんぞ。向こうから行こう。でも、転がってるってことは何かしら罠かもしれないぞ、これ。大丈夫か？はい。あー、取ったのね。ありがとう。では、行きましょうか。おっと、ヘリの音。あぶんね、あいつ怖えな、新キャラだよね。ナイスです、いいね。何してんだこのじいちゃん。あ、解除しようとしてんだ。ちょっともうちょ、降りてくるシーンすごいシュールで笑っちゃった。おじいちゃんちょっとだけ楽しんでますね。はい、まあだらこの現実世界というか、このね、おじちゃんがいる側の世界はみんな必死だと思うんですが、完全に竹石教の皆さん荒ぶってますねしっかりしろ。さてどうなるかな。うん、そういろいろ見つけたからね、集めましたよ。ゲートをさ開けてくれるみたいな感じになるかな。どうなんだろう、お供えしたみたいな感じなんじゃないの。あ、テントウムシが、なんだよこのカメレオンみたいなキャラクター。え、これまた追加されんの、何体目。あのオレンジのキャラクターいなくなったのかな。どうなんだろう、あのサイレンが鳴るさ、ファンファンファンっていう子。あ、今回の犠牲者。うん、まだでも数人残ってて、よかったかも。ちょっとじゃあ下側からもう一回行こう。次は、おっと、いる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 、いっぱいいる。今ちょっとここに隠れよう。危ないからな。二重で隠れて、奴らがこれ出現というかスポーンポイントなのかな、この辺が。かもね。調子ぶっこいていくと、これ一瞬でやられるよ。うん。さて、お、来てるっぽい。何あいつ、どんな能力なんだろうね。ちょ、敵にやられたい気持ちもありますが、今は慎重に行きましょう。行ったね。OK、OK、OK、OK。行こう行こう。これ外して、よし、OK。さささささ。どっち行こうかしら。次は、集めるものはどこ、あ、待って、人形ちっちゃいのある。かわいい。さて、玉座の裏とかないな。さあ、こっち側は、足音聞こえるか。そんなことないね。あ、これじゃないか。どこに行けばいいのかしら。ないここ。おお、新しい、うん、いる。ここに繋がるんだね。はいはい、なるほど、あれは手にすんのか。了解しましたよ。さあ行きましょう。この出る瞬間はこうやって使っていきましょう。よいしょ。で、進んでまた、はい、どうだい。おー、やっぱり使ってよかったな。ふう、ではミラ、え、なんで分かったの。ちょっと、ただここにはありそうじゃない。ないっぺーな。うん、起きてる、来てる、バレてるこれ。
ちょ、今回たけし奇跡現象起きすぎじゃない？大丈夫？何なんだろうね。あ、待って、もうクリアしたの？早い。今回のチームプレイかなりいいんじゃない？はい、また走ってますが、次はどうやらね、トロッコに乗るらしい。うん、みんな行こうぜ。さあ、これ前らへん乗ろうぜ。じゃあせっかくだから、うん、これはい、どうなんの？うん、横側でセミタケシしてる子がいるね。さて、出発しました。荒ぶりすぎだよ。うん、タケシは全体を見渡せるように後ろっ側行きました。これ前側だとなんか操作が違うとかあんの？うん、ゲッタン完全にぶつけましたね今。あれ、なんでタケシだけ別行ってんのあ、待って、また合流した。なるほど、こうやってしっかり操作していかないと変な方向行って詰む可能性があるっぽいね。じゃあちょっと気を張っていこう。かわいい、あれぷよぷよかな。ねえ、そんな感じで今回もプレイしていきましょう。どんな感じ？お、暗闇に入るよ。はい、今一瞬なんか見えました？うん、見えた方はおそらく幸福が訪れます。はい、あれ誰もいない。これよければいいのかな。さあ、このねオレンジ色のキャラクターがようやく出ましたが、なんか心細い。なんでこれ僕だけなの今。お、なにこれ、いいじゃないの。え、なにこれ、うわ、すごいすごい、ちょっと、はいはいはい、なるほど、この子追ってくる。オッケー、逃げて、あぶねえ、そういうことか。あ、誰かやられた。これさ、みんな今孤独で戦ってんだね。はいはい、これはなかなか熱いぞ、頑張ろうたけしすごい笑顔だった。さあ曲がって、どうなる、一発クリアになるか。初見一発クリア行きたいね。ういうい、ふっふう、いいですね。はい、ただね、ここまで来れたのもみんながいたおかげですから。たけしだけだとここまで来れなかったからね。うん、すげえ、なにこれ、富士急にやりそう、このジェットコースター。次こっちで、オッケー、早めに曲がってでもいいの、なんか可愛くない結構ミニマムサイズで、はい。さあ、かなり胸安展開になってきましたよ。うわ、財宝がいっぱいある、食べたい。うん、次はこっちね、オッケー、はいピヨ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 、可愛かったな。さて、これは撮りたいんだけど、なんか綺麗すぎて全部周りのもんもね撮りたい。あ、来たぞ、こっちか、オッケー、ふう、いいね、簡単簡単。ただ余裕ぶっこいてると死ぬ。あ、え、死んだこれ。あー、生きてた、よかった、ふうあー、待って、今危なかったよねあの子完全に干渉してたじゃん。うん、あ、逃げろ、完全に余裕ぶっこいてた、逃げろ逃げろ、うわ、はい、たけしが一番最初の餌食になりそう。大丈夫これ、はい余裕ぶっこいてる場合じゃなかったね。逃げろ逃げろ、ふふう、ただギリギリの方がワクワクするからね、動画的にいいんじゃない。これ当たったら楽しいの。逃げろ逃げろ、あぶない危ない、お、これいいの、はい、あぶねえ、ふう、よかった、入ってるぞ、これ入っていいんだ実質全員死んでるぞこれ。そっちまで行く、いやー、やばかったな、うーわー、やったー、ちょっとこれね、みんなのおかげだよ、ありがとう。参加してくれた人たちがいなかったらこれもう俺一人じゃ無理だったもん。初見初クリア、皆さんのおかげです、拍手お願いします。いや、よかった、たけしが生きれたよ。ちょっとも、何寝てんねん、すごいぐっすりじゃん。うん、なんでぐっすりしてんだ。あ、てか鎮静化されたみたいな感じかな、なんか簡易的な封印でもできたのかな。はい、永遠と寝てて。あー、でもまだ黒幕が生きてるから次の挑戦というかさ、なんかチャプター3につながる流れがあったよね今。あ、終わった、うわー、今回クレジットとかエンドロールあんだね。はい、いやー、面白かった、すごいね。これもう一回やろうか、ちょっとやられる回もね設けたいんで、次は駆られていこうかなと思います。うん、すごい発言だね。では次、モンスターにやられる回行きましょう。人駆られ行こうぜ、よし、さあ、おー早いね、さあ顔なしが入ってるさて、どういうやられ方するんでしょうか。いろんなモンスターのなんていうの、
討伐シーンというか、討伐というかね、狩られシーンを見てみましょう。さて、顔なし早い。ははははは。あーって、ちゃんと通じてる。すげえな、レイリー。さすがだね。さて、やられるわよん。どんな感じにやってくんの？ミッキーがいる。大丈夫これ。ガチ寄りなネズミじゃねえか。ちょっと新キャラにもやられたいよね。はい。どこかな？うん。あ、急いそういそういそう。ちょっと全体見渡してからやられに行きましょうか。うん。みんなで遊ぼう。ほら、観光しに来てやがる。なんだこの状況は。シュールだね、顔なしと竹内のこのコラボレーション。地味。さてさて、どっから来るかな。黄色い子にやられたいんで、この回は勝ってきましょうか。ちなみにこれで出れる？あ、いけるかもしんない。はい。あ、いけるいけるいける。あ、こっち一回いけないんだ。なんだ。どんな顔で運転してんねん。最高だろこれ。はい、じゃあちょっと行きましょう。カート竹内言われてますね。あ、ここなんかありそうじゃない。あ、はしごか。よいしょ。あ、なるほど。上逃げるだけだ。で、さて、セカンドステージ来ました。黄色いキャラどこだ？出てこーい！さっきはよくもやってるのかね。ふぅ。いた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 。こっちよー！なんでハマってんねん。猛烈に遅いじゃねえか。なんだこいつ。え？諦めた。嘘。あー、やっちゃった。お前やめろ。俺を連れてけ。あわよくばこのパン持ってけ。乗ろう。よし。皆さんで観覧車乗りましょう。はい、一応これ竹内京しか今いないんで、ご安心を。はい。あ、飛んでる飛んでる。荒ぶってますね。ちょっと一つの塔に乗り合わせすぎでしょこれね。え、ではでは、怖いキャラクターが後ろにいますが、逃げましょう。このステージにいるどのキャラよりも顔なしが一番怖いからな。ちょうど橋だし、これ。雰囲気出るな。ほら、たけしと顔なしのコラボだよ、俺。ほら。あの曲が流れそう。さて、黄色いキャラクター全員集合してる！逃げろー！あ、でも後ろっかに黄色くいるんで、俺捕まりたい。よいしょ。青いキャラもこれパニクるだろ、こんなキャラ。ねえ。さあ、あー、顔なしが完全に狩られたぞ。はい。ちょ、この子にバレたい。ほら、連れてけ。おー、いいね、叩くな。たけしありがとう。楽しいよ、これ。どこまで連れてってくれるんだろう。はい。結構回ってくれるね。あれなるほど、これ自分のうちんのね。さて、結構集まっている。すごい人数ですね。もう夜中よ。みんな夜更かしをお肌にたけしよってあんだけ言ったじゃない。でもみんなありがとう。たけしは嬉しいよ。みんなありがとうね。すんごい角。位置についてよーい。フライングしてる。何してね。なに虫がいる。ドーン。よーし、オッケー。あー、ちょっとなんか入れなかった子を見ると申し訳ねえな。よし、1個目。あ、いる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 。あぶね、バレたなこれ。よし、ここにいて、みんないて。多分ここ安全だと思う。段ボールで入っちゃダメよ。ふう、危ないね。あぶね、あぶね、あぶね。たけしのオーラに怯えて逃げましたね。さあ、今そっち側にいる。ただ大丈夫だと思うこれ。行こう。ゴー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 。さて、1個取ったっぽいね。じゃあこっち側あるんじゃないか。ないね。これさ、アイテムがあるのってランダムかな。どうなんでしょう。よいしょ。これ入れるのかわいいな。あ、どんどん入れてくれる。すごいな、みんな。さて、周りにね、今敵、びっくりした。左側からびっくり箱が来ましたね、今。よいしょ。1個目。お、2個目ある。いいね。2個目。あぶない、危ない、危ない。来てる。おい、いる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 。おいね、こっち。さあさあさあ。何じゃねえ。よし。逃げ逃げ逃げ。うわ、すごいすごい、竹内に来てる。よっしゃやられ、狩られることをよっしゃーって。すごかったね、今のいれば。はい、どんどん食われ待ちしてんじゃん。
どんな大行列やねん。はい、ということで今回新キャラにやられるエンドも見ましたが、いかがだったでしょうか。すごいね、新キャラもどんどん追加されて、はい、結局あのオレンジ色のキャラも出たもんね。うん、ということで皆様ここまでご視聴ありがとうございました。はい、いろんなタケちゃん、千尋もいる千尋と顔なしがいるぞそこにゾロがぶち込んできたね今。はい、ガンダムタケシもいるね。はい、何回かねこれ動画外であのチャプター2で遊ぶと思うんで、ぜひねあのファンミ参加したい方はね、タケシのグループをあの気になる方はねフォローしてみてください。またチャプター3も出たら遊んでいこうかなと思います。ということでここまでご視聴ありがとうございました。いろんなタケシが見れて今回もお知らせでした。ではバイバイ。刺すな